あっちゃんあらつくでおなじみの斉藤忍さんが人気絵本しりとりしましょの蒔絵絵本を作りました。というより蒔絵絵本キットと書いてあるので工作キットです。中を開けてみますと、よいしょ、大きな筒とちっちゃな筒と、こんな説明書が入っています。何何、作り方、10枚の用紙を貼り合わせる。この中に、よいしょよいしょ、しりとりしましょが10枚入ってるんですね。どのくらいの大きさかというと、1枚が約80センチ、10枚貼り合わせると8メートルということになりますね。で、この芯をつけて出来上がり。キッチンペーパースタンドに立ててくるくると巻きながら使うといいですよと書いてあります。ということで私作ってみました。中はこんな風になっています。これを取り出すと、キッチンペーパースタンドの代わりに下の丸をかまぼこ板に変えています。これが2つ、それから巻物、ちょっとこれね引っ張ってみましょう。ちょっと手伝ってくれる？はい、そっち持って、はい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 、まだまだあるよ、まだあるよ、まだ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 、そう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 、くるくる床が来て、お次はをですね、もっともっと、そこを行っても無理だから、いっぺん手離してそこ置いといて次引っ張ろうか。丈夫な紙だから破れません、大丈夫大丈夫。はい、どん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 引っ張って、どん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 、ちょっと早いかな、ゆっくりゆっくりゆっくり、はいはい、どん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 、ふー、あ、まだまだまだか、ふーりーん、これで8メートルあります。そうしてこの段ボールを2つ折りにしたもの、ここにくぼみがついています。このくぼみにこのかまぼこ板を入れます。そしてこれをセットして、始まり始まり、しりとりしましょ、はじめはあ、しりとりバスって書いてるよ、しりとり1丁目から始まります。でスポット抜いて一旦置きます。そしてこれを外して、巻くときにはこれを何回か引っ張ってくださいね。はい、最後は輪ゴムをかけます。普通の輪ゴムよりこんな風に、ちょっと飾り金色だったり太めだったりするゴムの方がかっこいいです。箱を出してきて台紙をまず2つに畳んで入れます。そうして巻物、棒を入れて蓋をします。これでコンパクトに持ち運び、それから片付けができます。しりとりしましょう絵巻物絵本でした。